かちゃんには負けない。あ、石森最下位ですよ。いや俺もなんか石森おバカキャラだなってイメージだったんだけど、そうでもないの。あ、根は真面目なんで。いやいや、根は真面目でバカって一番ヤバいじゃん。だったら不良でバカの方がいい。天の声さん出題お願いします。簡単。はい、今泉深呼吸。これは挑発。さっき置いてかないでねって言ったんですよ。あ、そういうやって言うやついるよね。いるよね。それで勝った時のあの挑発の仕方がバカっぽかったよね。さあ、これはまさかの優勝候補今泉が抜けた。太平洋を囲む国々が経済連携を進める環太平洋パートナーシップ協定をアルファベット3文字で何という。はい、もうすごい話題になったぞ。これは知らないわけがない。連日も連日、そしてトランプ大統領になってからもさらに、はい、そうですね。アルファベット3文字だから。入りか。ピーピーピー結んでうんちを太平洋をうんちでよこさない、うん、でしょ。またオタクの国うんちでまたうんちしたでしょ、ここに。なんせ何がすごいって計算してないのについついうんちになっちゃう。バカはすごい。バカはうんち大好きですから。ほら、こっから上。首。正解。これを正解と言っていいのかどうかっていう。違った。前回に続き、おバカキャラナンバーワンは石森。おバカの牙城ゆるがつ。せーの、ななちゃんゆる。この後、フォースシングルキャンペーン。この番組はソニーミュージックの提供でお送りしました。次回、欅坂46フォースシングルキャンペーン、メンバー初の中継レポートに挑戦。もうさ、小田原のポーズが古くない？こういうの